おはようございます。かこてつです。本日はここからですね、待望の西九州新幹線、そちらに乗車して、長崎を目指したいと思います。リレーかもめに乗って武雄温泉で西九州新幹線乗り換えて、本日はあなたと一緒に長崎駅行きたいと思います。よろしくお願いいたします。それでは駅に向かいましょう。駅着きました。まだね、出発まで30分くらいあるんですけど、ちょっと早めに改札の中入っておきましょう。もう今日土曜日っていうこともあって、で旅行支援とかも出てるし、めちゃくちゃ構内は観光客でいっぱいですね。ごった返してます。海外の方とかも結構見えましたね。で今日のリレーかもめ、西九州新幹線の切符もほぼもう満席の部分もあれば、私もようやく取れたような形なんですけれど、リレーかもめはグリーン車に乗って、行きたいと思います。行ってみましょう。皆さんこんにちは、かこてつでございます。お元気お過ごしでしょうか。博多号に乗車して東京から博多まで来て、博多ではしご酒とかいろいろしてヘベレケになりながらも、なんとか二日酔いも治りまして、本日はいよいよあの西九州新幹線に乗車し長崎へ向かいます。途中で乗り換えは1回ありますけど、リレーかもめでそのまま行き先に長崎で表示されるんですね。西九州新幹線とかの表示は特にない感じでしたね。先発の特急緑が止まっています。わあすごい。すごいですね。883系ソニック。いや、やっぱ水戸岡先生の車両作品は綺麗だね。素晴らしい。九州の列車に乗車するのは実に3年ぶり。かこてつの日常初期の初期、走り出しの頃にスタートしたのも九州からでした。その時はね、初めて乗車する九州の特急787系のイケメン具合に驚いたことをよく覚えております。先発の特急列車をお見送りいたしまして、私が乗車するリレーかもめ号を待ちます。本日乗車するのは1号車グリーン席。と言いますのも、私本日の切符 JR 九州のオンライン予約で切符を取ったんですけれども、その時の空席状況が本日土曜日休日ということもありまして、ほぼほぼ普通車指定席埋まっていたんですね。なので本日は仕方なくゆったりと、まだ空きのあったグリーン車を選んで、途中の武雄温泉駅まであなたと一緒に向かいたいと思います。入線してまいりました。こちらイケメン特急787系です。九州新幹線が開業する以前は特急ツバメとして運行していた車両です。早速予約した座席着席していきましょう。窓のシェードは完全に全ての座席下ろされていました。何か理由があるんでしょうか。足元フットレストはこんな感じですね。パタンと下に下ろすとこのモケットがある形で、お靴を脱いで使用するような形です。まあ私残念ながら短足なので必要ありません。そしてね、床もこのサイコロの目、違う
チェスの目みたいな高級感あふれる絨毯、非常にリッチな気分になりますということで、毎度おなじみ車内探索、こちらグリーン個室と書いてありました。グループで使用するような座席です。でこのガラス張りのところが業務用室と書いてありまして、こちらお花摘みタイム、おトイレです。あ、めっちゃ綺麗。初めて乗ったぞ。めちゃめちゃ綺麗だ。洗面台。わあ。洗面台も超綺麗。ここにはリレーカモメ長崎と書いてありますが、実際にはこの特急が長崎まで行くわけではなく、途中の武雄温泉駅で暫定開業をしている西九州新幹線に接続、対面ホームで乗り換えという形になります。すごい、やっぱね、いつ見てもかっこいいですね。一番特急列車の中でかっこいいと思う。787系、さて出発なので乗り込みましょう。グリーン車、いよいよ待ちに待った長崎までの旅路スタートでございます。本日も最後までご一緒に、何卒よろしくお願いいたします。ぐいっと背もたれも後ろに倒しまして、ゆったりとしたスタイルで本日は楽しんでいけたらなと思います。リレーカモメは博多駅を出発いたしましたが、見てください、このどっしりとしたシート、非常に重厚感、高級感があって、 JR 九州の車両は一つ一つに特徴的な部分が多くてですね、乗っていていつも楽しいなと感じております。これがね、豪華なんだろう、観光特急とかじゃなくて普通の在来線特急として乗れてしまう、なんか申し訳ないようなね、本当に贅沢な空間を味わわせていただいております。列車まもなく竹下駅を通過するところなんですが、あ、なんか奥にすごい電気機関車 D10 って書いてあるな、なんだあれは、ちょっとイメージよくわからないんですけれども、なんで在来線を走っているんだ、そう思われた方いらっしゃるんじゃないですか。だって西九州新幹線が開業して新幹線で長崎に行くって言ってるのに、なんで特急列車に乗っているの、なんで過去鉄道をして、わかんないっていう人たくさんいると思います。大丈夫です、なぜなら私も全くよく意味が分かっていないからです。ただね、全く分からないなりにちょっと勉強したので、皆さんと一緒にこの場を借りておさらいしていけたらなと思います。めっちゃ詳しく知りたいっていう人は、他にたくさん詳しいことを言ってらっしゃる YouTuber の方いらっしゃるので、そちらを見ていただければいいと思うんですけれど、一緒に学習していきましょう。西九州新幹線は2022年9月23日に開業した長崎県の長崎駅から佐賀県武雄市の武雄温泉駅までを結ぶ JR 九州の新幹線です。そう、現在はまだ佐賀県から先までしか開通しておらず、暫定開業という位置づけになっております。なので途中の武雄温泉駅までは在来線を使用しなければいけなかったわけですね。それでは武雄温泉から先博多駅まではいつ開業するのかという話なんですけれども、まだまだ課題が多いそうで、全通の見通しは現時点で立っておりません。
列車は鳥栖駅に到着いたしました。いや3年前まだ YouTube 始めたての頃、この駅のホームで柏うどんをすすったこと懐かしく思います。めっちゃね染みたの覚えています。ただ今日はちょっとお店閉じていたんですが、なんか事情があるんでしょうかね、またおうどん食べたいななんて思いながらホームを眺めていました。当初の予定としては、この次の新鳥栖駅から武雄温泉駅までの間は在来線の線路を活用して新幹線と直通できるフリーゲージトレインの導入が決定されていました。しかしその開発は難航、車両や線路の保守費用がめちゃくちゃかかるなど問題点が多く、フリーゲージトレインの導入を断念。また新たに新幹線の線路を敷き直す方針が立て直されました。右手車窓、なんかでかいライトが見えるな、なんだここ、鳥栖市野球場と書いております、先ほどの施設もそうですし、この野球場もそうだし、あとはプールなんかも、見えてきて、この付近スポーツ施設が本当に多いんだなと感じます。なんかねこう列車旅をしながらなんとなく眺めた先で運動会とかやってるとほのぼのする気持ち、わかりますでしょうか。私もちょっとねくくっている髪をほどいてリラックスして沿線に目をこう向けながらのんびりと、進みたいんですけど、そうものんびりしていられないのが西九州新幹線の現状です。車窓左手には九州新幹線の線路、この列車の上通りまして右手に抜けていきます。新鳥栖駅に到着です。在来線と新幹線の接続駅でもあります。かつては、ね、フリーゲージトレインで西九州新幹線もここから、武雄温泉を通って長崎まで通ずる予定でしたが、そうではなくなってしまった今、じゃあさっさとフル規格の線路を建設したらいいじゃないか、そう思うかもしれませんが、そんな簡単な問題じゃないんだ。というのも、新たに新幹線の線路を埋設するほど佐賀県にとっては西九州新幹線のメリットがそこまでないんですね。そもそも佐賀から博多って普通に近いので在来線特急で全然十分なこともありますし、新幹線を新たに線路を引くとなったらやはり金銭的な支援もしないといけない。ただその高額な金額を出すほどの恩恵は西九州新幹線から授かれない。またさらに新幹線が開通してしまうと、それと並行する在来線が廃止されてしまう危機もある。そうなるとね、在来線使っても新幹線使ってもあまり時間は変わらないのに、ただ金額が高くなるだけだったら、佐賀県からしたらね特急列車乗ってればいいだけの話になってしまうので、そういうところの問題もあってなかなかね議論が平行線で止まってしまっているようなんですね。列車は佐賀県の中心部佐賀駅に到着です。駅前の雰囲気はなんだか我が地元群馬県の高崎駅に似ているなといった感じでした。新築のマンションなんかもいくつか建っていたんですけれど、そこに掲げられている横断幕には博多天神まで何分みたいな書き方をされていました。これね、高崎でも東京まで新幹線で50分みたいな書き方されている新築のマンションたくさんあるので、やっぱり九州はね博多までどれぐらい短時間で行けるかっていうのが結構重要なポイントなのかなと感じました。駅を出発してすぐいいものが見れました。バルーン佐賀駅、向かいの線路にも簡易ホームが設けられており、階段でつながっております。こちらは簡易駅舎、バルーン佐賀と書かれておりまして、奥にはずらっとテントが並んでいるのを確認できますでしょうか。バルーン佐賀駅は年に一度佐賀県で行われる佐賀インターナショナルバルーンフェスタ
気球の競技会のために設けられる臨時駅です。毎年10月の下旬から11月の上旬のうち1週間程度開催期間のみ営業されておりまして、私が乗車したのは10月29日でしたので、ちょうど開催期間でしたね。運が良かったです。佐賀というと気球を思い浮かべる方もたくさんいらっしゃるんじゃないでしょうか。今年はコロナの関係もあり3年ぶりの開会だったそうです。そしてなんとなく車窓を奥眺めていると、あれはなんだ、教会、宗教、何の建物だか分かりませんが、あのような形のものってこれから向かう長崎にもね、たくさんキリスト関係であるので、あーなんか九州の西南の方に来たんだなと感じます。列車は間もなく江北駅を通過。こちらの駅は西九州新幹線開業に合わせ備前山口駅からこの駅がある町の名前江北に改称されました。所属線である長崎本線のほか、当駅を起点とする佐世保線の2路線が乗り入れています。新幹線が開業する前、博多から長崎を結んでいた頃は特急かもめ長崎本線を走っていたのですが、新幹線開業後リレーかもめとなった今は武雄温泉佐世保線の駅での乗り換えとなったために、リレーかもめはここから先佐世保線を走行いたします。まもなく乗り換え、ぐーっと伸びをしておきましょう。ちなみにこちらのリレーかもめ、車体3種類あります。まずこちら乗車している787系、そして特急緑885系のうち武雄温泉で新幹線と接続する特急緑リレーかもめ、同じように特急緑と特急ハウステンボスが連結した783系の緑リレーかもめもあります。もうわけわかんないでしょう、難しい。もう間もなく武雄温泉到着します。ホームそのまま渡ったら乗り換えできるみたいなので、かっこいい。乗車するのは3号車です。ああすごい、本当だ、そのまままっすぐ行けちゃうんだ、全然楽ちんですね、すごい。よいしょ、わあ。すいません、ごめんなさい、申し訳ないです。綺麗ね、綺麗ね、新しいからね、遠いかったね、ここ、ちょっと不便だよね。九州からですか？大阪から。あ、大阪から来たの。朝から船、昨日から船に乗ってきました。あ、そうなんだ。文字、あ、文字のね、あっちの方から。東京からバス、夜行バスで行ったんですよ、博多まで。すごい遠かったです。今、新大村に止まります。あ、一人あ、娘さん。あ、いいですね、水いらずで。そうです、そうです、ここで対面でそのまま乗り換えで博多まで。そうそうそう、なんかね、佐賀がちょっと5年、
座席はこれ本当に新幹線に乗ってるんですかと言いたくなってしまうほどおしゃれで、木材を使用した温かみのある作りです。テーブルは前から下ろすタイプではなく、肘掛けのところにアームテーブルが備え付けられております。そしてシートもね、こんな感じ、枕の部分がふっかふか、まるで高級ソファーのような細かな刺繍もされています。さすが JR 九州、走る芸術品といったところ。この列車のデザインを手掛けたのも JR 九州といえばの工業デザイナー水戸岡英治先生。東海道新幹線でも使用されている N700S と同じ車両とは思えない内装です。嬉野温泉駅は佐賀県嬉野市唯一の鉄道駅で、新幹線単独の駅です。防音壁が一部このように透けて見えるような形になっているんですけれども、反対側の温泉街がね、よく見えるように配慮されているのではないかと思われます。遠いですね、遠いですね東京からだと結構かかりますね。あ、すごい、一泊で、うん、これに乗りたくて来ただけなの。あ、狭かった、古いからね、向こうの車両30年前ぐらいですかね。あ、そうだ乗り換えがあるとなかなかね、じゃあ高速バスでいいやみたいな感じになっちゃった。マダムとの会話に花を咲かせている間に、新幹線は佐賀県の嬉野町を抜けて長崎県の東彼杵町に入りました。県境をまたぎました。この県境にある俵坂トンネルがおそらく西九州新幹線の中で一番長いトンネルだったかと思います。その長さ5705メートルです。もうしっかりね、たくさんマダムとお話できました。今では断続的にトンネルが続いていたんですけれども、新大村駅近くになると沿線にはこのようにずらっと住宅が立ち並んでおります。私の友人にも長崎県の大村市出身の子がいるんですけれど、どちらかというと長崎の中でもベッドタウン的な位置づけで、とても住みやすい地域だよというのを教えていただきました。確かにね、長崎とか訪れたことある方はわかると思うんですけれど、長崎駅周辺って非常に坂が多いんですよ。電車の車窓から見ていても確認できるぐらいものすごい坂です。それがね、新大村付近はかなりなだらかな地形で住みやすそうだなというのを、見て取れます。ちなみに新大村駅、もう一つ在来線の路線、大村線が乗り入れておるんですが、この付近に住まわれている方々が新幹線開業前に鉄道を利用して長崎ないし博多に出ようとすると、その大村線に乗車して一旦諫早に出た後、特急かもめに乗るというような流れだったそうです。少し手間ですよね。それが今回新幹線の開業により一本で両親に行けるということで、非常に便利になりましたって言われている様子をね、ニュースか何かで確認しました。列車は諫早駅に到着。諫早は長崎県内で長崎駅に次いで2番目に利用客が多い駅です。
ここ諫早駅から特急リレーかもめで通ってきた江北、改称前の名前肥前山口までの間は現在も長崎本線が通じています。大体の場合、新幹線が開業するとその並行在来線は廃止されたり第三セクターに移管されたりするんですが、沿線自治体の同意が得られなかったため経営分離はせずに長崎佐賀の両県が線路などの施設を保有して、新幹線開業後20年間は JR 九州が列車を運行する上下分離方式が採用されました。そんな長崎本線の諫早から江北までの区間なんですが、線路を維持するためのコスト削減としてこの区間の一部が非電化され、今まで走っていた特急列車は全て廃止。これもニュースで見たんですが、いつの時代も新幹線開業の裏には影もあって、今まで特急列車を使って博多方面へ通勤されていたこの区間にお住まいの方々は、特急がなくなったことによって通勤にかなり時間がかかってしまうと嘆いておられましたね。これに乗って帰ろうかな。そうなの。こういうこれが好きです。私の場合は遠ければ遠いほどいいんですよ。乗ってられるから。ねえ、ちょっと短いよね。30分何もできない。ありがとう。ありがとうございます。とこんな感じでマダムと楽しくお話をしながら、新幹線に乗り換えてからは30分くらいですぐ長崎に着いてしまうので寝る時間もないといったような感じでした。ちなみに西九州新幹線、指定席が3両、自由席が3両でグリーン車、喫煙室などはありません。混んでて、中探索できなかったので、多目的トイレこんな感じで見てみましたが、広々として非常に使い勝手が良さそうでした。こちらが普通のおトイレですね。中もやっぱり N700S 東海道新幹線のものとはかなり印象が違っていました。後ろの自由席はこのような黄色で統一されています。せっかくなんで先頭車両行きましょうか。すごいね、写真撮ってる人もたくさん。向かいには2つ星が止まっている。このホームがあって、あの奥に見えるのが稲佐山だよね多分。もう5年前ぐらいですけど稲佐山を登ったことあるんだよな。なんか駅がなんだっけ、地上ホームから高架ホームになってから来るのは初めてかもしれないな。こんな感じになっちゃったんだ。結構本当に一変しちゃいましたね。ということで西九州新幹線かもめ、そしてリレーかもめ、ありがとうございました。すごくお腹空いたのでちょっと長崎で、ね、ご飯食べようと思います。ありがとうございました。